おはようございます。1日1分社長のネタ帳、本日は身の丈を知るということを話したいと思います。日本一諦めの悪いコンサルタントとして活動しています。しかし、日本一全てのことができるわけではありません。諦めているわけではありませんが、自分にできることできないこと、ここについては、分かっているつもりです。できないことをできますと言って手を挙げて、その仕事をやったところでできません。できないことではだからといってできないことに挑戦しない、これでは、いつまでたっても成長がありません。自分の身の丈を知りつつも、それを超えていく。身の丈を知らないのは幸運。身の丈を知って、それを考えて、それに仕事に取り組みます。以上です。